男子ゴルフの海外メジャー全英オープンのテレビ中継から放送局のテレビ朝日が撤退する2024年3月13日にスポーツニッポンなどが報じた1982年から昨年まで42年間にわたって放送も巨額の放映権が痛手となったと記事では説明している画像知人とのスポーツ観戦は盛り上がるゴルフに限らず 近年は海外スポーツの放映権の高等ぶりが報じられることが多い。もしかしたら、米大リーグ、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が出場する試合も見られなくなる日が来るのだろうか。W 杯予選、日本×シリア、放送されず。地上波放送なし、出来浴に新しいのは、2024年1から2月のサッカーアジア杯カタール大会だ。 日本代表の試合は5試合中3試合でテレビ中継されなかった。不運にも放送された2試合とも黒星で日本はベスト8で敗退した。サッカーの国際大会では23年11月21日に行われた2026年 W ハイアジア2次予選の B 組第2戦日本×シリアも地上派は愚かインターネットでの有料配信もなし。 放送権量などの条件で折り合わなかったのだ。日本人選手が活躍する大リーグ中継は大丈夫か中日スポーツ、電子版は2023年12月25日、大リーグの放映権について報じた。日本とは放映権量に格段の違いがあり、日本は米国の10分の1とも言われる、という。今後、国際スポーツイベントの地上波放送が、 法衛権の問題で中止の危機にさらされる事態になるのか。米国経済や IT に詳しいジャーナリスト岩田太郎氏に意見を求めた。法衛権は米国でも高騰。岩田氏は、スポーツ法衛権は日本向けに限らず米国でも高騰しており、新たな解決策が模索されている状況です、と指摘した。では、大谷選手の試合中継はどうなるだろう 現時点では日本で大谷フィーバーが続いており、この超人気ぶりが続く限り、民放テレビ各局が NHK の BS 放送と並列で巨額の放映権料を投じて、ドジャース公式戦の地上波中継を生中継する価値は大いにあります。大谷選手ほどのキラーコンテンツは他に数えるほどしかない。この先少なくとも数年は放映権料が高くても、 テレビ局は喜んで支払うのではないでしょうかというのが岩田氏の見解だ。大谷選手の試合が地上派で見られなくなるか否かは、日本のテレビ局の懐事情が関係してきそうだ。放映権料という投資が視聴率と広告料というリターンに見合うかをどのように考えるかにかかっています。岩田氏は家庭の話としつつ、 米国でドル高を好まないトランプ前大統領が返り咲けば、円安が円高に転じて日本の放送局は放映権利を支払いに少し余裕が出るかもしれません、という。だが、こうも語った、2024年の米スポーツ放映権利は624億ドル、約9兆2282億円に達すると予測されます。2年前は550億ドル、 約8兆1336億円でしたので、まさに、うなぎ上り、です。日本向けの放映権が、この傾向の影響から逃れることは難しいでしょう。こうなると、大谷選手の試合放映をめぐる競争から、いずれは体力のない放送局が脱落しても不思議ではないと指摘した。こうした淘汰が進んだ場合のシナリオとして、岩田氏は米国で進行する。 地上派のスポーツコンテンツが徐々に動画ストリーミングに移る傾向を例に次のように話した。日本でもいつか大谷選手の試合が動画サブスクやダズンなどのビデオオンデマンドサービスで見るようになるかもしれません。JCAST ニュースビズ編集部坂下ともなが。